こんにちは日常の論理で読み解く哲学者の名言第4回はジョン・ロックの言葉人間の心はもともと白紙であるこれを扱いますジョン・ロックは1632年に生まれて1704年に亡くなっていますから17世紀から18世紀初めまで生きた人です で、これまで、この講義で扱ってきた人たちは、まあ最初にあのソクラテスというギリシャ時代の哲学者を扱いましたが、まあそれ以後ですね、17世紀の人を扱ってきたんですね。で、今度は18世紀にちょっとだけかかっている人。そしてもう一つの特徴は、このジョン・ロックはイギリス人だということなんですね。で、まああの、 大陸、フランスであるとか、まあ、ドイツであるとか、えー、そういうヨーロッパの大陸と、えー、そして、えーまあ、島国であるイギリス、まあドバイ、ドーバー海峡を挟んで、えー、イギリスが隔たっているわけですが、えー、実はまあドーバー海峡というのはですね、えーまあ、かつて、あの、早稲田の学生が、えー、女子学生が泳いで渡って <laughs> 話題になったことがあるんですけれども、泳いで渡れるぐらいのまあ一応海峡なんです。ところがですね、 そのドーバー海峡を隔てたイギリスと大陸っていうのは文化の上では非常に大きな違いがあるんですね。で、それは例えば哲学の上でもその違いというものがはっきり現れていると言われています。えー、今日はそういうことも考慮に入れて説明をしていきたいと思います。まず、人間の心はもともと白紙であるという言葉が 出てきている人間知性論という本の中の一節をちょっと読んでみましょう、えー。心は言ってみれば文字を全く書いた白紙。まあこれはあのラテン語でタブララサっていうんですね、えー。白紙で観念は少しもないと想定しよう。どのようにして心は観念を備えるようになるか。人間の忙しく果てしない真相が、真相っていうのはイメージですね。心に浮かんでくることを言います。えー 果てしない真相が心にほとんど限りなく多種多様に描いてきたあの膨大な蓄えを心はどこから得るか。どこから心は理知的推理と知識のすべての材料を我が物にするか。これに対して私は一語で経験からと答える。この経験に私たちの一切の知識は根底を持ち、この経験から一切の知識は究極的に由来する。で、まず、 白紙という言葉が最初の方に出てきますけれども、え我々の心はですね、白紙みたいなもんだっていうんですね、えー。で、白紙だとおそこには何も書かれていないわけですから、えー、ゼロなんです。じゃあなんで私たちはこうやって大人になるとお様々な物事が分かっている人間になっていくのかということなんですが、えー、そのお原因はですね、えー、最後の三行に書いてあります通り、経験だっていうんですね。 一切の私たちの頭の中身は経験によって得られるんだと。で、この経験という言葉が非常に重要な言葉としてここでは使われています。で、このロックの考え方を経験論というふうに哲学では言います。で、まあ、さらに先ほども申し上げたように大陸と区別してイギリスというためにイギリス経験論というふうに言うことも多いんですね。 でこの考え方は、これまで扱ってきました哲学者の言葉と比べますと、随分違っています。何が違っているかというと、例えば、心というものについて、今まで扱ってきた哲学者たちは、何か神様とつながりのあるようなものとしてそれを考えていたんですね。 ですから信仰ということを非常に重視して、例えば科学的な知は確かなんだけれども、信仰も認めてこの二つの調和が大事だっていうような考え方だったんですね。ところがですね、ロックははっきりと人間の心は真っ白な白紙みたいなもので、すべては経験によってそこに書き込まれていく知識として人間の精神が生まれるんだと。そういうことを言ったんですね。 で、なんで、えー、ロックがこういうことを言ったのか、ということなんですが、えー、まず、一つの問題として、えー、まあ17世紀からこう18世紀に、えー、時代が移ってきます。そうすると、まあますますですね、えー、科学というものが一つは発達する。そして、科学だけではなくて、社会というものが変わっていくという大きな問題が、あそこに出てくるわけです。で、16世紀から17世紀というとですね、 これは、例えば、いわゆる絶対君主というような強力な権力を持つ王様がですね、ヨーロッパにも、そしてイギリスにも現れて、そしてそれまでの教会権力、ローマカトリックなんかとですね、鋭く対立するようになる時代なんですね。 イギリスでは、えー、もちろん17世紀の初めには、えー、エリザベス1世が即位してですね、えー、ローマ教会と、まあ、縁を切って、えー、独自のイギリス国教会という,う宗教教団を作っていくわけです。でそれと同時に、えー、例えば議会ですね。えー、議会というものがあ組織されて、えー、まあ、今の民主主義よりは不完全ですけれども、えー、要するに民衆の要求考え、 そしてまあその上にいる領主たちですね、貴族たちの考え、そういうものが議論の結果として政治に反映されるようにだんだんなっていくわけですね。そうすると今までのように、神様がこういうふうに言ってるから、こういうふうに政治を運営すべきだとか、そういうふうな考え方はなりたくなくなっている、いくわけです。で、例えば、その神様という考え方なんですけれども、 宗教の中では人間は生まれながらに人間なんですね。で、それはまあ当たり前なわけです。なぜかっていうと、特にキリスト教の考え方では、神様が人間を神様の代理人として、神様の姿に似せて作ったというわけなんですね。で、だから人間は生まれた時から偉いわけです。他の動物や植物の支配者として人間は自然の中に存在し、他の動物や植物を自分のために利用できる。 それなぜかっていうと、生まれた時から神の見姿であり、神様が愛した存在として人間は作られたからなんですね。で、そうすると、例えば、その神様というような存在というのは、人間にとっては非常に重要で、人間しかそれを持っていないということに、それを信じていないということになりますね。そこで、実はこの17世紀にイギリスではですね、 神様というような考え方、要するに頭の中のイメージが生まれつきあるかないかという論争が起こるわけですね。それがこのテーマとして書いてあります。生まれながらに持っている観念。これを正徳観念と言いますが、それはないという、そういう議論です。まあ、正徳観念があるかないかについての議論がイギリスで盛んに起こってくるわけなんですね。で要するに、神が 人間を特別な存在として想像したのならば、人間は生まれながらにそういう性質を持っていて、宗教とか道徳とかですね、そういうものは全部もう生まれた時に備わっているんだと。まあそういう意味で言うと、えー、教育なんかは必要ないわけですね。 つまり、もともと人間というのは優れた存在なわけで、人間というのはもうありのままに育っていけばですね、自然と立派な存在になるというふうな、そういう考え方がそこに出てくるわけです。しかしですね、現実問題として、私たちは例えば人間を教育しなかったらどうなるかってことを考えますと、やっぱりあの、教育を受けていない人っていうのは非常に狭いものの見方しかできないわけですし、非常に限られた、 え、行動しかできないわけですね。我々が他人と協力したりとか、あるいは自分の進路について深く考えたりとか、あるいは社会のルールを守ったりとか、こういう我々の人間として十分な行動というのは、やはり教育によって身につくわけです。でこれはまあ昔からやっぱり知られていることなんですね。で一方では宗教が人間というのは生まれながらに え、神様に愛されし存在であって、神に似た存在であって、えー、他の動物よりも偉いんだと。しかしもう一方で、やっぱり教育しないと、ろくな人間にはならないんだってのがあるわけですね。この矛盾を一体どうしたらいいのかっていうことなんです。で、ロックはですね、大胆にも、人間が生まれながら持っているような観念、生徒観念は何一つないっていうんですね。で、まあ、そういう意味で、えー、人間の知性を、そうした神が、 自分の似姿として作り出したという、えー、まあ、旧約聖書の創造神話ですね。そういうものから切り離してしまったわけです。だからまあ考えてみますと、このロックの、えー、人間というのを神が作った特別な存在では,ではないということで、こう、それを否定した、あそうした動きが、えー、後のですね、19世紀のダーウィンの進化論などに繋がっていくわけですね。 で、まあ、あの、ダーウィンの進化論、ダーウィンもイギリス人ですけれども、やはりあの、イギリスではですね、こういう考え方がもうじわじわと、17世紀、18世紀を通じて広がっていくわけなんですね。さて、そうしますと、ええー、まあ、例えば、人間というのは生まれながらに、その神というふうなイメージ、考え方を持っているわけではない。そこから何が言えるかですね。えー、2番目に、人間は生まれながらに道徳的なわけではない。 道徳は場所や時代で変化するものであるということをまあ書いたわけなんですが、まあ、あの、ロックはですね、そもそも人間の社会というのはどういうふうにして生まれて進化していくものかということを彼の議論の中で書いてるわけなんですね。そうすると、やはり、あの、社会も原始的な状態から近代的な状態に変わっていくのだっていうわけなんです。 で、それはあの、なぜかというと人間がやはりその中で学んでいくからなんですね。歴史を積み重ねた上でですね。そして、例えば私たちがその現代正しいと思っていることが昔も正しいわけではないわけです。で、例えば、その、今私たちは、自分の家族や自分が人から何か不法行為を受けたときに、仕返しをするということは許されないと考えています。 例えば、交通事故で跳ねられた時に、相手を、えー、やっぱり車で引き殺してもいいかって,言って、それはいけないんですね。で、しかしながら、えー、昔の侍の時代には、例えば、敵打ちとか仇打ちというものは、これは侍の義務として、えー、むしろそれをしなきゃダメだというふうに考えられていたわけです。まあ、復讐法ですね、一種のね、えー。しかしながら私たちは、そういうふうな、あの、仇打ちとか復讐っていうのは、キリがないことを知っています。 えー、どちらか一方がどちらか一方を傷つけ、えー、その復讐をすれば、またあ、その子孫がまた復讐をしてですね、いつまで経っても復讐は終わりません。で、えー、そういうふうなあ復讐による、えー、問題の解決ではなくて、例えば法律を作って、法律に違反したからこそ処罰されるというような公的な公やけの、えー、ルールというものを我々は考え出したわけなんですね。まあ、ですから、現代の私たちの常識は昔の非常識、昔の常識は現代の非常識でもあるわけです。 同じようにどんどん過去まで遡っていけばですね、えー、私たちが今持っているような、えー、正しいという観念、正義の概念というものも昔は違っていたというのは当たり前です。同じように場所が変わると私たちの道徳も変わりますね。まあ日本では例えば 落とし物を交番に届けるなんていうのは大変、まあいいこととしてですね、子供が道に落ちた100円玉を交番に届けたりすると、おまわりさんから褒められてですね、しかもおまわりさんのポケットマネーから100円くれたりするわけですが <laughs>、いつもくれるとは限りませんよ。で、しかしながら、えー、まあ、大体ヨーロッパなんかではですね、あの、拾ったものを届けるのがいいことだとは思われていないようですね。で、そもそも拾ったものを、 何か落ちていて拾ったものは自分のものであるというのが、大体あの西洋人のアイディアのようです。で私も以前、フランス語の学校に、フランス語習いに通っていましたときにですね、やっぱりあのフランス人の先生が、日本人はよく電車乗るときにお財布を開けてですね、いくらかなってこう、 ね、金額表を見ているわけですね。えー、運賃表を見ているわけです。で、あんなことを <laughs> パリでしていたら、みんなが、あの、メルスイート行って、えー、その中からお金をもらっていくぞと。で <laughs>、人の前で財布を開けてぼーっとしているのはバカであると。そういうふうなことを、あの、フランス人の先生が言ってたことがありますけれども、えー、まあ、あの、落としたものが出てくるなんていうのはですね、やっぱりあの、日本の独特の美徳なようでして、えー、まあ、ヨーロッパではなかなかそういうふうな考えは理解されないようですね。 まあ、ですから、それは我々から言えば、落ちてるものを自分のものにしちゃったら、それはもう、あの、がめちゃったことになるんじゃないかとか <laughs>、説盗じゃないかとかいうことになるわけですが、そうじゃないですね。まあ、ですから、え、場所が変わっても、そうやって何をえ犯罪、どこまで犯罪と考えるかとか、随分違うようですね。で、そういうことでえ考えるとですね、道徳とか正しさとか、そういうことはいつも一定ではありません。そしてまた、ところが変わると様々に変わってくるわけです。 ということはそこから何が結論できるかと言いますと、えー、道徳っていうのは人間に共通なものはないっていうことなんですね。そして、もう一つ、えー、例えばあ今問題になっていたこう神の観念なんですけれども、まあ道徳っていうのは正しいか間違っているかっていうことの区別、そのルールですね。まあその一番大きな大元は例えば宗教で、えー、神様がいいって言ってるか悪いって言ってるかっていうことにえなっていくと思うんですが、 この神の観念ってやつも人間の知性によって満たされたものだから、全人間にとって共通ではないっていうんですね。で、ロックは、あまあ、こういうことを、あのー、あんまり不用意に言っちゃいますとね、昔は宗教裁判にかけられてあぶりになっちゃったりもしたわけですが、えー、しかし、ロックは自分の議論の中で、えー、これを非常に客観的なあ証拠から述べようとしてるんですね。えー、それは、えー、例えばあ、17世紀、18世紀っていうのは、えー、どんどん、 ヨーロッパの人たちの活動が全地球的にこう広がっていった時代なんですね。で、船が非常に性能が良くなりまして、航海術も進歩しまして、植民地を獲得していく時代なわけです。で、そうしますと、まあ、イギリスというのはですね、え大英帝国に日,日の沈むところはない。 えー、要するに、あのー、イギリスが世界中に地球の裏側までこう植民地を持っていますので、えー、イギリスの植民地のどこかにはいつもこう太陽が照っているわけですね。えー、だからまあ日の沈まない帝国というふうに自分たちのことを言っていたわけです。こういうふうに世界中に大きなあーヨーロッパの大国が植民地を持つようになりますと、その現地の文化というものも伝わってくるわけです。そこで、えーまあ、ヨーロッパの人たちが発見したのが、 文化の多様性、文化が様々であるということなんですね。ロックもこう地球的な航海で、地球の裏まで行ったりすると、様々な民族の文化を知ることができるんですが、ヨーロッパ的な意味での神の観念を持たない民族もいるということが分かってくるわけですね。で、これは例えばですね、あの、日本の宗教なんかを考えますと、もともと日本の土着の宗教は神道のようなもので、 自然の存在すべてを拝んだわけですね。海を拝み、山を拝み、川を拝んでいくわけです。大きな大木なんかも拝むわけですね。そして大陸から仏教が入ってきますが、仏教も唯一神ただ一人の神がいるのではなくて様々な仏様がいるわけです。まあ、いわゆる多神教ですね。まあ、それと比べますと、ヨーロッパのキリスト教というのは、ユダヤキリスト教と言いますが、ただ一人の神様がいて、 で、すべての我々の周りに出てくるイエスであるとかマリアであるとか、そういう人たちは、その神からある意味で神の子として、あるいは神の、そうしたお使いとしてですね、特別な資格を得た人たちであって、神様はたった一つであると。一心教なんですね。しかもその神っていうのは目に見えるものではなくて、もう人間の経験では捉えられない超越的なものなんですね。 そういう人たちから見ると、この日本人の宗教なんていうのは非常に変わったものに思われるわけです。しかしロックはそこからですね、そういうふうにいろんな宗教があるっていうことを考えると、人間が生まれながらに持ってる共通の神の観念はないと結論せざるを得ないと考えるわけですね。つまり、そうした新しい時代にグローバルに様々な文化を知ることができて、そしてそこから客観的にそれを見るわけです。 まあこういうふうにちょうど自然科学がですね物質的なものを探求することによって宇宙の始まりであるとかあるいは人間がそもそも細胞や原子からできていることを発見したりとかそういうことと全く同じでですね人間の文化人間の思想そういうもの自体を客観的に見ていこうというそういう態度を作っていったわけなんですね。 まあですからこのロックの経験論、イギリスの経験論というのは、人間をその客観的に見て、えー、そして人間の姿を見直すと、そういう大きな意味を持っていたわけです。ですから、人間の心が白紙である、何も書き込まれていない紙のようなものである。そして我々は経験することによって人間らしくだんだんなっていくんだっていうふうな主張には、 ま、近代、そして現代にまで通じる新しいものの見方が入っているわけなんですね。で、こうしたロックのものの見方というのは、それ以後の哲学、あるいはその他の学問に非常に大きな影響を与えるわけです。まあ、あの、経験論の大きな影響として、政治、教育、社会観という、 まあ、三つの影響を上げておきました。まず、えー、政治については、まあ、ロック自身が政治哲学者なんですね。で、まあ、ロックは、その時代に新しく生まれてくる、まあ、民主主義の原理、民主主義の考え方について、えー、非常に深い考察をしています。 まあですから、その民主主義とは何かって問題を考えるときに、ロックの書いた本というのは、まあ今でもテキストの一つになっているわけですね。さて、政治においてはですね、先ほどもちょっと触れました通り、それまでの政治というのは、例えば教会が非常に大きな力を及ぼしていたわけですね。まあ教会自身が政治権力だったこともあるわけです。 そしてまあ、17世紀から18世紀にかけては、非常に強力な権力を持つ王様が現れて、もう教会の影響力を排除していくんですね。いわゆる絶対主義の時代です。で、そういう時代はしかし王様の権力が強いですから、王様の独裁になりがちです。そういう時に、政治というのはどうあるべきか。まあ、宗教を排除した後にやってくるものは何か。ロックはそこでですね、 市民的な合意に基づく法であるとか、市民的合意の上に作られた政府というものを構想しているんですね。で、そもそも、人間の心というものが精神というものが白紙であるということは、どんな政治がいいかということもですね、生まれながらに決まっているわけじゃないんですね。つまり、どんな政治がいいかっていうのは、その場所であるとか、その時代であるとか、そこに生きている人たち自身が、 決めていく問題であると。そういうふうなことが初めて分かってくるわけです。ですから、えー、今まで人間の長い歴史の中で、政治権力とか政府とかがどういうふうに変化してきたかを調べて、そして、えー、今、ベストの状態であるような政治をどうやって作ったらいいかを考えていくべきだ。まあ、これはですね、えー、政治学であるとか、えー 現代の行,行政の考え方であるとかそういうことに結びついたわけです。まあ別の言葉で言うと民主主義であるとか市民社会の基本的な原理であると言っていいと思うんですね。ですから今私たちが生きているこの社会はそしてこの議会制度あるいは民主主義の社会は、まあ、一つはロックの考えた構想に従っている沿っているということが言えますね。 そして、まあ、あの、イギリスは、そういう意味で言うと、非常にこうした民主主義の試みというものが早くから始まった国であると言えます。まあ、イギリスでは、え、もともと貴族の力が非常に強くて、え、王様を貴族が決めたりですね。 で、貴族の気に入らない王様は首切っちゃったり、追放したりとか。<laughs> まあ、イギリスのあの政治というのを見るとですね、もう王様で首切られてるような人が非常に多いわけですね。もう結構もう血生臭い歴史を持っているわけです。で、それぐらい、えー、まあイギリスでは、えー、王以外の勢力の権力というのは強かったわけですね。まあもちろんそれはそうした暴力であるとか、えー、そういう暗黒時代も経験しているわけですが、 まあ、現代のイギリス民主主義につながっている動きというのが、えー、そうした、ああ、多くの人の意見をまとめていくという、そういう合意の中からできていることも事実なんですね。まあ、民主主義の大先輩ということが言えると思います。で、第二に、えー、教育の影響について考えます。で、人間がですね、もしも生まれながらに様々な知識を持って生まれてくるとしたら、 人間は勉強する必要がありませんね。で、まあ、あの、これほど楽なことはないわけです。で、しかしながらですね、えー、まあ私たちがこれはもう経験によって知っていることですけれども、えー、私たちがもしも、えー、まだまなければですね、言葉を話すこともできないし、読み書きもできませんし、計算もできないし、まあ今私たちが日常の生活で使っている人間の精神の能力がほとんど使えないということもまた事実なんですね。 で、ロックは思い切って人間が生まれながらに持っているものは何にもなくて、で、全て経験によってそれが作られていくと言ったわけです。ということは、そこで一番大事なものは教育であるということになります。まあ、これはえー、現代の目から見れば、学校教育であるとか、学習であるとかの重要性ということになりますね。えー、しかしながらあ、その反面ですね、 えこういう考え方は、とにかく、経験によって人間というものが作られていくのだから、経験、すなわち、この場合だと教育とか学習とか、そういうものをたくさんこう詰め込んでですね、経験の層を厚くすれば、人間はどこまででも高くなるはずだと。そういうふうな考え方にもまあつながっていく傾向があります。で、例えばですね、その、勉強で言うと、詰め込み学習であるとか、 え、あるいはまあ知識変調であるとかですね。で、とにかく頭の中にたくさんの知識を蓄えたり、あるいはもう学校や塾やもういろんな習い事に行かせるとか、え、これによってあの人間が豊かになると考えてしまうところもあるわけですね。で、まあ今あのそういうふうな詰め込み学習とかですね、暗記主義とか、そういうものはやっぱりいけないんじゃないかっていうようなことも言われています。それはやっぱりですね、 ただ単に我々がそうやって知識として詰め込むものだけではなくて、例えば友達と仲良くするとかですね、あるいは弱い立場の人たちを支えていくとか、そういうことも人間の社会にとっては重要であることが分かっているからですね。で、そうすると、ただ単に知識として詰め込むだけではそういうものは身につかない。やっぱりですね、人が社会の中で生きて様々な経験を周りの人と お互いに交流してやっていかないとダメなんですね。だから、一口にまあ経験と言いましても、そうやって実際に何かを行動しないとできない経験と、知識として頭にどん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 こう詰め込むような経験。そういうふうな二つの側面が、実は学習にはあるわけなんですね。で、よく知識変調って言われるのは、そうした 実際に体を使って、社会の中でコミュニケーションをするようなものを軽視して、ただ単に本に書かれていること、記憶することに重きを置いた学習だけでは偏ってしまうのではないかということを言っているわけです。ですからこれは現代の私たちの教育にとって非常に重要なテーマです。 でまあ、どちらにせよですね豊かな経験が豊かな人間を作るっていうのは確かですのでいかに教育や学習っていうことが重要かということを、まあ、ロックは教えてくれたんだと思いますで最後に社会についての考え方ですでまあロックは政治哲学やあるいは社会哲学の哲学者とも言われるんですが、まあ、ロックは経験が非常に重要だと言いましたこれは別の言葉で言うと物質的な条件 すなわち、私たちと人間と、周りの環境との関係が、人間の精神形成にとって重要だっていうことです。えー、もっと具体的に言えば、例えば生まれた時に貧乏かお金持ちか、そして、えー、自分の好きなことに使う時間やお金があるかとかですね、そして豊かな環境が周りにあっていろんな経験をするかどうか、これがですね、えー、人間の行動を決定し、 社会のあり方を決定するという考えなんですね。で、こういうところから、例えば、経済学という考え方が出てくるわけです。実は、あの、近代の経済学というのは、やはりイギリスで生まれてくるんですね。で、このロックの考え方などを基本にして生まれてくるわけです。そうすると、経験が重要であるということは、なるべく我々の周りの条件が豊かである方がいいに決まっています。まあ、最近では、例えば、 いわゆる、偏差値の高い大学に行くような人は、えー、豊かな家庭の指定で、そして、まあ、教育費を十分にかけられるから、えー、勉強もできるようになって、豊かなだ、あの、レベルの高い大学に行ける。そうすると、えー、例えば、家が豊かか貧しいかによって、その人の学歴までが影響を受けて、そうすると、やっぱり学歴のその上下ということによって、その人の生涯の年収なんかも決まっていくので、えー、結果として、 その子供にどれだけの教育費を出せるかも決まってしまう。つまり、貧しい人の指定は、やっぱり貧しくなってしまう。まあよくこれを貧困の連鎖と言いますけれども、そういうふうな考え方もそこから出てくるわけですね。ですから、あ社会全体を豊かにしないと、一人一人のメンバーとしての人間も豊かになっていかない。こういうふうな考え方が出てくるわけです。まあ、これが経済学の元になったりしているんですね。 同様に、我々の周りの環境が人間をどう変えるかというふうな問題が、社会学と言われる非常に大きな領域の学問の基礎にもなっているわけですね。まあ、ですから、ロックっていうのは、近代、現代の我々のよく知っている学問、いろんな学問の基礎を作った、そういう考え方を基礎を作った人だということができると思います。で、まあ、そういう点で非常に重要な思想家ですね。 で、まあ、今まで、えー、これまでの、えー、例えば17世紀までの、その神ということをどこかで <laughs> え尊重しなければいけない。どこかで神と繋がらなきゃいけない哲学とは、随分ぶんきが違う哲学だということがわかると思います。で、まあ、このロックの人間知性論という本があるんですが、 これはもう岩波文庫でも4分冊になっている非常に大きな本です。しかしまあ大月春彦先生の非常にわかりやすい翻訳で書かれていますので、まああのどこ、どこからお読みになってもわかりやすい議論だと思います。で、えー、まあ、どのような分野の学問でもここから出発点がこうあるということを念頭においてお読みになるといいかと思います。では、今回のお話はここまでにしておきましょう。それではごきげんよう。